こんにちは、宝徳斗です。本日も動画をお届けしてまいりますけれども、テーマはですね、仮想通貨、リップル社が描く送金の将来と銀行発 XRP 利用の重要性とはっていうタイトルで、お送りしていきたいと思います。先日ですね、ユーロエキシム銀行、ユーロエキシムバンクなんですけれども、リップル社の送金技術を利用するということを、発表しましたね。僕も動画で、お届けしているんですけれども、その中でですね、送金スピードと、透明性の、2点を、挙げておりまして、競合他社との、違いがあるということで、このユーロエキシムバンクの方で説明が、ありました。じゃあ、その中でリップル社はですね、どのような、未来の、送金を描いているのか、そのあたりの、情報と、私の、思う観点というものをシェアしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、リップルネタということでね、今日の僕のね、里親でもらった、リップルというね、子猫の、名前なんですけれどもね、その写真をお送りしようと思ったんですけれども、ちょっとね、今日は時間がなくて撮れなかったので、また次回に、お送りしたいと思います。さあ、それではね、銀行、加入がね、初となるリップルネットなんですけれども、意外といえば意外ですけれども、逆に言うと、今のタイミングだからこそ、加入しやすいのかなっていう感じですね。仮想通貨市場は2017年末から2018年、本当にね、頭の短期間にかけて非常に高騰したんですけれども、その時に加入してもですね、あまり見向きがされないわけなんですよね。すべてのアルトコインが、ビットコイン含めてアルトコインが値上がりしている時にね、お祭り騒ぎの時に、すべてが儲かっている時に、じゃあ私たちはこういうことをやりますって言ったとしても、多分見向きもされないと思うわけなんですよ。多分そうですよね。ですから今の時期にこういった発表があるというのはすごくいいのかなっていうふうに思っています。ですからこそ今、最も注目を集めているユーロエキシムバンクのリップル社 XRP の、初利用です。銀行自体が初の、リップルネットの、使用ということになります。そしてこのね、ユーロエキシムバンク、当銀行は、XRP とリップル社ソフトウェアの XRapid です。ここがね、また、重要なんですけれども、XRapid を国際送金時における流動性と透明性向上のために利用する旨を、発表、しておりますね。はい。この XRapid を使うというところがすごくね、重要ですね。じゃあ、ポイントとしましては、ユーロエキシムバンクはですね、今年のね、アメリカ第一四半期に XRP を活用した国際送金に踏み切る方針を発表しております。概要としましては、 XRP と XRapid 使用銀行のパイオニアだけではなくてですね、他の銀行ですね、他行への影響を考えると、追随する銀行がね、増えてくる期待感がすごく高いわけなんですね。ですので、本当に銀行がこの XRapid をね、使うっていうことは初めてなんですけれども、それ以上にですね、これから XRapid を使っていく銀行が増えていくっていうことが非常に重要なんですね。ですから、パイオニアとしてでもそうなんですけれども、やはりここに風穴を開けた、このユーロエキシムバンクっていうのはすごくね、功績大きいのかなというふうに考えております。で、ユーロエキシムバンクの運営部長、ブライトさんのコメントによると、ブロックチェーン技術が貿易金融をね、どれだけ発展させるか注目されていると。そして現在80カ国以上に存在する当行顧客の国際送金プラットフォームの形成にね、興味を持っており、国際送金が滞りなく実行できるか確かめながら運用を開始していきたいと考えているということですので、実際のところ、確実なね、運用というわけにはではいかなくて、これが実績、検証、それらいろいろ含めながら、進めていくという形になりますので、それはもう、当然のことだと思いますし、ユーロエキシムバンクに、めちゃくちゃ頑張ってほしいなというところが、ありますね。ではね、それでは、このなぜ XRapid を利用することにしたのかというところですけれども、ね、先ほどの、ブライトさんによると、二国間関係にとらわれることなく、簡単、そして迅速に決済ができる方法に魅力を感じたということなんですね。これ、ブレットさんのコメントですけれども、銀行にはですね、ネットワーク内において会計監査を受けられる
ね、このいわゆる可視性の高さが重要であるというふうに述べているわけなんですね。まあ、その理由を、ですね、下に記述しますけれども、ブライトさんはですね、昨年末、2018年の末にスイフトネットワークの銀行に決済のね、方法を指示したそうです。はい、ここ重要ですね。実際指示したんですけれども、1月4日時点においても現状については不明だということなんですね。その進捗がわからないということになっていますね。ですので、スイフトネットワークの可視性を強く疑問視しているという、流れがあるようなんですね。あ、ちなみにですね、ブライトさんはグラハム・ブライトさんという名前でして、ユーロエキシムバンクの運営部長に、当たる方になっております。ですので、まあ、スイフトネットワークのね、決済方法の指示とかがね、できる、立ち位置にいらっしゃるんですけれども、じゃあまあ、今、現在、スイフトネットワークに関して、まあ、疑問視している状況なんですね。で、ちなみに、リップル社はですね、1秒あたり1500件のトランザクションが処理できるというふうにされております。スイフトネットワークではですね、ストア&フォワード形式であるため、トランザクションを処理するには1日以上費やすることになるというふうに、ね、なっております。このストア&フォワードということはですね、ちょっと僕こちらでは一旦、説明をね、割愛させていただくんですけれども、一度調べてみてください。とにかくね、このスイフトのね、方式よりも本当にね、かなりの時間的な短縮ができるということですね。そして決済スピードが数分に短縮されればですね、状況が大きく改善されるとして、同行のね、顧客も実現を待ち望んでいるようですね。理由としてはですね、この貿易金融、まあ、国際化のね、決済を含めるんですけれども、まあ、購入者がですね、商品待ちである一方で、膨大な量の商品が巷でも待機している状態だということですね。道路の渋滞と似ていますね。届けたいものがあるのに、そこがもうずっと渋滞をしていて動かないという状態なんですね。お客さんのね、ニーズと送金、まあ荷物を運ぶ方のサービスは合致してるんですけれどもね、その間がもう滞ってしまって、全くサービスが行き届いてないという状況になっているような感じですね。じゃあ、それではですね、リップル社が描く将来のね、送金のね、将来っていうところですけれども、XRapid ソフトウェアと XRP を活用することで、ノストロ口座を置かなくても良い環境の整備を企業ミッションとしているということなんですけれども、ざっくりとですね、現段階ではですね、他行銀行へ送金をした場合、国外送金したい場合はですね、まず、送金相手国にある、このコルレス銀行ですね。多分、国際送金に詳しい方は、よくわかると思います。コルレス銀行の、ノストロ口座に資金を、預けなければいけないという、現状があります。そのポイントとしてはですね、ノストロ口座の資金は、スイフトネットワークでね、決済される際に使われておりまして、例えばじゃあ、A 銀行が、送金相手の、相手国ですね、B 銀行と提携関係がない場合はですね、このコルレス銀行を中継して決済されるわけなんですね。まあ、実際日本もですね、世界中の銀行と繋がっているとそういうわけではないんですね。まあ、アメリカしかり、ヨーロッパの国々しかり。ですので、送りたい相手、ね、その送金したい相手の国と提携関係がないということであれば、このコルレス銀行をね、必ず中継しなければいけないわけなんですね。もうこっちに書いてますね。国際送金の際にコルレス銀行を通す必要性があり、とても非効率であるわけなんですね。例えばじゃあその中で XRP を使えばですね、世界中に散在する口座を持つのではなくてね、自分の手元で資金を管理できるようになります。じゃあこの世界中に散在する口座というところなんですけれども、まあ例を一つ挙げると、ブラジルのね、例えばじゃあレアル建てのローカル銀行口座から、ユーロに換金して送金する手続きが、まあ、XRP を使えば2分で完了すると。まあ、ブリッジ通貨でありますからね、XRP はね。2分です。2分。びっくり、しますね。そういった中では、リップル社の提供する、送金技術の利点として、海外口座に資金を放置する必要性がなくなります。じゃあ、これはどういうことかというとですね、銀行や国際的な、ね、送金をする企業はですね、海外の各所に、あらかじめ事前払いを
しなければならないんですね。そして高いコストが非常にね、もうめちゃくちゃ高いコストがかかっているわけなんですね。で、マッケンジーというね、会社、企業によればですね、日本円で約2600兆円分の資金が世界中の口座に眠っているとされているわけなんですね。で、XRP などね、XRP だけに限らずデジタル資産によってそのような資金を解放できるというふうに考えられているわけなんですね。ですので、こちらで説明した、海外口座に、ね、資金を、ね、放置するということはですね、ある意味でもやっぱ損失なんですよね。このお金、法定通貨に関してのやっぱ流動性がなくなっていてですね、やっぱり経済的にすごく損失になるわけなんですね。ですから、そういったもの、停滞しているものを解放できる、世の中に流動的にこの法定通貨をね、動くための一つのね、きっかけになるっていうのが、やっぱこの XRP、XRP のシステムということになります。国際送金に関わる多くの無駄ですとかね、時間的ロスを解決できる自信がリプル社からね、伺えて、まあ、実現した際に世界の経済的恩恵はね、計り知れないというふうに僕は考えております。非常に重要なところですのでね、ここが、やはり XRP の、ね、進化の部分なのかなというふうに思いますし、ここは実現した時に XRP の価格はどこまでいくんだろうというような、まあ、夢というよりはですね、期待感の方が多いですね。はい。ではまとめていきます。世界初の XRP との、ね、銀行利用だけでもインパクトはね、めちゃくちゃあるんですけれども、その話題性だけではなく、実現した際の影響力の方を考えた方が、いいなというふうに僕は考えております。本当に世界初のXRP使用銀行が現れたんですけれどもね、他に、ね、追随してくる銀行もたくさん出てくると思いますし、仮想通貨市場自体はですね、本当にまだまだ認知度も低いですし、まあ、怪しいものっていうね、日本で認識があるんですけれども、それぐらいがちょうどいいんですよ。投資する側はですね、長期視点で見てそれぐらいがいいです。仮想通貨のボラティリティで投機的な短期間のね、利益を狙う方ももちろんね、それはありなんですけれども、それ以上にもっと、大きな利益を狙う場合ですと、もうね、10年ぐらいの単位で、ね、見た方がいいかもしれません。そして銀行がね、初めて XRP を導入へね、踏み込むことの意義というのもね、計り知れない影響力がありますね。本当にどんどん世界中で XRP と、X カレントはね、もう200社以上、普及してるんですけれども、XRP とはね、さらに、導入されて普及していくことを望んでおります。そしてね、リップル社はですね、かねてから方針をね、ずっと貫いているんですね。ですので、今回の件も大きな流れの一つでしかないというふうに僕は考えているんですね。僕なんか リップル、XRP 投資経験なんてまだ1年ちょっとですけれども、やはりその中でこう学んでいった中ではですね、今回の件も大きなね、流れ、リップル社のね、ホワイトペーパーとか、まあ、むしろ、リップル社はですね、広報の部分もしっかりしていますので、情報ってすごく、つかみやすいんですね。すごくそういった部分も透明性があって、誠実な感じをね、受けますので、まあ、だからこそ僕はね、投資先として選んだ、今最初はね、なんとなく3000円入れましたけれども、その後ね、いろいろしていく中で新しい選択だったのかなというふうに思っておりますし、でもあくまでこれは僕の、個人的な意見ですので、参考程度にしていただきたいんですけれども、リップル社はもうすでにね、最初の段階から方針は曲げておりません。さあ、それでは仮想通貨や、投資全般における思考法や情報が欲しい、収入額を増やすノウハウ、稼ぎ方を知りたい、ネットビジネスや投資はね、本業として独立したい、動画配信や広告収入など自分の好きなことで収入を得たいという方はですね、タカラトフトラインアットアットマーク小文字の XJQ 数字の9026小文字の A アットマークを入れて ID 検索をしてください。さあ、XRP、リップル社のね、仮想通貨っていうと変ですけど、XRP 自体だけが、仮想通貨のね、全てではありません。ビットコイン、イーサリアム、たくさんあるんですけれども、まあ、僕はね、一番初めに買った XRP がね、こう思い入れが強いというのもありますし、その後ブロックチェーン技術、そしてリップル社のね、考え方、そして可能性、そして、実現状況ね、そういったものを含めて、
推しているわけなんですけれども、仮想通貨全般本当に好きです。好きなんですけど、そこの中でやっぱり生き残っていく仮想通貨、そういったねものをしっかり見極めていく必要があるなっていうことで、まずはその一環として XRP をね、僕自身も投資しながら情報をシェアしていっております。今後ね、他にも気になる通貨に関してのね情報のシェアはしていくと思いますので、そのあたりもね本当に参考にしていただければと思います。さあ、それではね、共に資産構築のために頑張ってまいりましょう。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。